はい、えっ、ー、と、麻雀を30年やってきて、30年以上やってきて、麻雀店のオーナーもやってきた私からのメッセージです、えー。よくね、麻雀をする人同士で言うんですけども、いや、麻雀のルールは複雑だし、戦術もあるし、守りと攻めが一体になってる。そして人の性格も読まないといけないから、麻雀できる人って頭がいいんじゃないかな、みたいなことでね、盛り上がることがありますけども、うん、まあ、そんなことはありません。えっ、ー、と、頭がいい人は、麻雀やらないと思います、最初から。ああいう風に時間をロスしてね、 お金もロスして人間関係がそんなに大してできないその麻雀という競技に何年も何年もかかることがどれだけねもったいないことかっていうのを分かっていればその頭の良さがあれば麻雀やんないと思うんですよただ一部の方は麻雀によって人格を高めたりとかね資産を作ったりそれ一部の方いますよでも大半の方はそうはなりませんえ単なる時間潰しに終わりお金潰しに終わり人間関係を壊して終わりますだってね麻雀する人って4人でやるじゃないですか 誰かが自分以外の人が勝ったらねその人に対して称賛じゃなくて恨みを持つんですよお前がまポンしたから俺負けたんだよとかねお前があそこで上がるからこうなるんだよみたいなね足の引っ張り合いでございますそれ以外はありません <laughs> 悲しいですねで私がね麻雀店を経験してきて自分の店だけじゃなくて他の店も見てきた結果やっぱりね自分以外の人が勝つことによってものすごく嫉妬心が出てくるそしてしかもお金をかけてお金まで取られるというねこういうふうな合法非合法ギャンブルそれが麻雀なんですよ お金をかマージャンをやる人っていうのがなかなかいないっていう現実もあります本当はねマージャン自体が楽しいんだったらお金をかけなくても非常に楽しめるはずなんですよでもそういうことがほとんどできなくて少しはかけないと面白くないよねっていう時点でもうギャンブルなんですよね、まあ、そう考えていくと私はですねマ、あのージャンを1万時間やったところでどうにもならないと思います要するにマージャンって大して頭脳も知能も上がらないっていうふうに私は見えるんですよ 私の体験もありますけどもね私が個人的にそうだったからかもしれませんけどもマージャンをいくらやったところでどうにもなりません、えー、単なるエア合わせゲームでありランダムに並べた牌の組み合わせによって法則めいたものを勝手に勘違いして作ってるだけなんですよでもマージャンに投じた3年5年10年ってものを同じぐらいの情熱でビジネスに投じたら1億2億ってのは作れていきますこれはもうそっちの方が確率は高いですほとんどの方が億って金額にたどり着きます でも、マージャンを一生懸命やったところで億っていう金額にはまあたどり着かないですよね。じゃあ、どっちに自分の時間と意識と人生を振り向けたら、まずは有利になるのかってことを考えれるのが頭の良さかなと思うんですよ。それは間違いなくマージャンではなくてですね、やっぱりビジネスだと思います。ビジネスでうまくいってお金が余って時間が余ってきたら、それは趣味としてレジャーとしてマージャンを一生懸命やれば、それは楽しいものになると思います。2倍、3倍、10倍楽しいと思いますよ。 金銭的な余裕があって時間的な余裕があってマージャンをして負けてもああよかったねってなりますよね。 麻雀でその時1000円負負けけた3万5万た万万でも資産がいっぱいありますからあおめでとうって感じでね気持ちよく払ってあげれるのかなと思いますしもっと言ったらですねそういったあの自分がビジネスとかでいろいろと構築してきたものがあればマージャンでお金をかけることがなんてマージャンに対してもったいない話なんだっていうふうにもなるのかなと思いますまあここはちょっと思想の違いなんでやっぱりお金をかけようかって話になるかもしれませんけどねでもやっぱりマージャンでお金をかけるって何でしょうねあの合法ではないですよね違法ですよね 違法なのにこれほど曲がり通ってるギャンブルがあるのはマージャン以外あんまりないのかなと思いますよね <laughs> で。でこの前ね YouTube で見たんですけどもなんかものすごくね安いお金で老後の年金で本当に楽しみでねマージャンしてるところをなんか摘発してるんですよ。でそれをテレビがテロップで高額なマ、えージャンで大量な利益を上げてってタイトルつけてますけどもはっきり言ってねマージャン店って儲からないです。全然儲からないです。 馬台って1人当たり300円とか400円とかいただくんですけどもいただくんですけどね頂い,いたお金で1時間とか過ごしていくんですよどうですかねあの多分ねカフェで1杯500円のコーヒーを売るより儲かんないですよっていうのがマージャン店って基本的にはフリードリンクなんですよドリンクはタダなんですよでおしぼり代もかかるけどおしぼり代もタダですよねで設備ですよねマージャン宅ってあの70万円くらいするんですよ でそれ、いつ回収できるんやって話じゃないですか。70万ぐらいするマージャン卓、全自動卓をね、じゃあ300円とか400円のゲーム代でいつ回収できるんですかと。で、店舗の改造費もいりますしね、儲かんないですよ。だからマージャン店のオーナーをするってことはいかにね、採算が取れないビジネスに、 ぶちち込んんででいいいいくのかっってこととななな絶対やっちゃいけないなと思います私の場合は回転資金ゼロでできましたなぜなら倒産するマージャン店の新しい設備1年未満の全部新しい設備と店舗をそのまんまただでスタートさせてもらうためにもらったからなんですよねだから、ね、言ってみればね1500万円分ぐらいのプラスでスタートしてるんですよ設備投資費かかってないわけですからでもですねもう マージャン店を引き継いだその日から、その日からですよ、負債が始まったんですよ。なぜなら、人件費、テナント代っていうのを考えても、300万近くかかるんですよ。で、1ヶ月で合法的な営業をしていて、300万円以上の売り上げなんて立たないですから、まあ。私もね、集客かなり熱を入れましたけども、あー、ダメだったですね、なかなかね。で、他のお店とかライバル店とか、採算を取れてる店が何をしてるかっていうと、深夜営業なんですよ。深夜営業と、あと、高レートです。 深夜営業っていうのは要するに12時を過ぎたらマージャン店で経営できないんですけどもやってるんですよこっそりとね中では高校と明かりが灯っててやってるんですよでその営業っていうのは当然税務署に報告できませんから税金逃れもしてるんですよねだからダブルで美味しいんですよ深夜やると <laughs> で従業員さんは大変ですよねブラックロードしててでもマージャン店で勤める人って結局マージャン店しか勤められなくなった人が多いんでもうブラックロードでもやるしかないんですよでそこそこマージャンが好きなんで特にね あの文句とか不平不平満出ないんですよそういうことで20代をすりつぶして30代の半ばになって今度はマージャン店以外に就職先がないからマージャン店を辞めれなくなっちゃったと待遇が悪くてもいるしかないってことになってどん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 寂しい人生になっていくという形があるんですよね。うんまあ、それがね私がね私見てきた あ、広島市中心部の麻雀店の実情でございます、えー。もしかしたらね。私が麻雀店の経営から離れて麻雀業界がものすごくね。浄化されてもうとっても素晴らしいね。上場企業並みのこう環境になってるかもしれません。だから昔のことかもしれませんが、まあ、私がね。 感じている麻雀店の印象はそんなところですかねですから私がね麻雀店の経営を辞めて今のような暮らしに来たっていうのは多分ね麻雀業界で唯一一人だけなんじゃないかなと思いますよね麻雀っていうものを放棄して、えー、まあ、こういったねネットビジネスとかね情報発信の中で、えー、店舗もないのに麻雀っていうスキルも手放したのにきちんと自分の暮らしを作っているということですよねだからねあの多分ね皆さんこの放送を見ているどなたでもどんな環境からでもそれができると思います マージャン店でもできたわけですから、そんなね、あの底辺の仕事だと思います私はマージャン店なんてね。まあ今頑張ってやられてる方には申し訳ないです。私が見てる環境だけだったかもしれませんけども、マージャン店ってのは勤務時間もいい加減で、社会保障もね、厚生年期もあるようでなかったりして、人間関係めちゃくちゃだし、な,なんだろうなと思いますよね。 うん、それは本当にね繰り返しますけども私が体験してきたものだけがたまたまそうでほとんどの麻雀店っていうのはもともとクリーンな環境でお金もかけてないし深夜の違法営業もしてないしちゃんとね脱税もせずに納税してるのかもしれませんかもしれませんけどもうんどうかなとあとはね 皆さんが考えることとかなと思います私は麻雀店の経営は不健全で健康を壊してタバコもうもうでねとても女性が爽やかに一人で来れるような環境でもないですし、えー、自分に子供が生まれたとしてお父ちゃん麻雀店やってるんだぞっていうふうには言えないかなというふうに思いますこれは私の勝手な価値基準でございます皆さんは違うかもしれませんけども私のねこの感情と皆さんの感情が別に一致しなくてもいいと思うんですよ <laughs> それぞれ考え方がね違いますからでも私は 麻雀店という環境を抜け出せて良かったかなと思います断然今の暮らしの方が大好きです皆様はどんな暮らしを自分の理想としてそして3年後5年後10年後はどんな人生を構築したくて今日という日を送るのかなというところでございました以上です